高島市、高島市は、滋賀県の西部、琵琶湖北西に位置する市。市の面積は、長浜市に次ぐ、県下、第二であるが、湖を含めた場合は、県下一である。百貨店、高島屋の名称の由来となっている。阿ド川と石田川流域の線上地や三角州に、まとまった平地がある他は、平山地や野坂山地など森林が広がり、また、 琵琶湖の汚染も少なく、自然豊か。日本桜名所百選にも選定されている牧野町、海津大崎には、花見シーズンになると10万人を超える観光客が訪れる。また牧野町の片栗の花の群生地や今津町の座禅僧、新朝日町ハリコークの川端、川端なども有名。アド川沿いの大木骨生産、琵琶湖修行の歌の発祥地としても知られる。 日本海側気候で、特に旧伊豆町、旧牧野町、旧屈木村は、豪雪地帯対策特別地方における、豪雪地帯となっており、それを利用したスキー場も賑わいを見せる。森林セラピー基地に認定されている。2003年2月には当時日本の大人地雷処理が行われていた新朝市町にて、その処理の終了をきっかけに、 NPO 法人難民を助ける会との共催で第一回地雷をなくそう。全国子どもサミット、引き続き2004年8月に第一回地雷をなくそう。世界子どもサミットが開催された。また、高島市立今津中学校が行っているアジア子どもプロジェクトも有名で、2006年にはネパールからの小学生を招いての交流を行った。 陸上自衛隊今津駐屯地及び、航空自衛隊相場や分屯基地があり、相場や演習場を有している。9世紀頃の高島軍は、和名類受賞によると、傷、友結、前石、川上、角の三尾など重鏡の存在の記載がある。このうち傷荘、旧相場村は、宝炎四年、1138年三門寮に、加えられ、富永荘、伊香郡、栗見荘。 神崎軍と共に、三賀省政、友漁、専属領と言われ、延暦寺の重要な経済基盤を担った。また、阿戸川、鴨川デルタ地帯、旧新朝日町、旧阿戸川町、旧高島町は、大江十九年、千四百二十二年の木津総建築町、年次府省の木津総引田町などから上理性が敷かれていたことが知られていい。鎌倉時代初期。 大見源氏である佐々木信綱の子の佐々木隆信が父信綱より高島軍に所領を分与されて高島氏を称し高島隆信と名乗った高島氏は後に数流に分かれたがそれぞれ高島軍の各所に居城を構え戦国期まで栄えた高島一族には僧侶家である高島氏を筆頭に高島口騎市高島長田氏、高島平井高島横山氏。 高島田氏らがあった。高島高信以降の高島市歴代は、高島平野の中央部、阿戸川北岸の相場の丘陵末端、新朝日にある、清水山の清水寺跡に、清水山次郎を築いて、居城とした。築城の年代は不詳であるが、北の天満宮資料、木安当初記録書き抜き、文案4年、1448年12月4日、記録に、 清水寺に関する記録があることから文案四年以降の築城と考えられる。鎌倉時代室町時代と将軍家に自家属する方公衆として栄えた。しかし京六四年1531年より、浅井軍の戦国大名浅井助政の信仰が始まり、A61 年1568年には浅井氏の影響下に置かれることにいった靴気分書資料。 元気年間、明智光秀ら織田軍の進攻により高島思宗家は高島軍を追われた。くつきは市西部のくつき谷を鎌倉時代、室町時代を通して漁しており、織田屋及び豊臣や徳川家に従い、旗本として幕末まで転望することなく栄えた。その後、磯野和正により新城城に政治の中心が移ったが、間もなく入城した。 津田信澄により大溝城に政治の中心が移された。信澄の後は、京国工事などが大溝城主となったが、元那五年1619年に、和瀬光信が伊勢上野より入法して、大溝藩が成立し、以後、明治維新まで和瀬部氏が治めた。江戸時代の高島軍は、天領、大溝藩及び、小浜藩の飛び地、加賀藩の飛び地、ゼゼの飛び地、 郡山藩の飛び地、旗本朽木両党が混在していた。江戸時代は、幕府の役所が設置された、海津村、旧牧野町と、城下町である、大溝村、旧高島町を中心に発展した。明治時代になり、陸軍の中屯地、相場や演習場が置かれたことをきっかけに、今津村、旧今津町に、高島軍役所が設置され、異語国。 県の出先機関は、今津に設置されるようになった。市政執行以前の地域の歴史については、高島郡も参照。現在の主役所は、暫定的なもので、将来的には、県道阿ド川今津線に面する今津町、今津あざみ沼に新庁舎を建設するとしている。高島市の条例第1号でも、今津町今津448番地20が、 本市の事務所の意として明記されている。しかし、2013年1月の市長選で新庁舎、建設凍結を公約の一つに掲げる福井正明が当選し、現庁舎を増改築する方針に転じた。これに対して、旧今津町では、合併協定書を守る市民の会が結成されるなど、方針転換への反発が起こっている。 高島管理裁判所と大津家庭裁判所の出張所、高島区検察庁があるが、高島区県は、大津地方検察庁及び、大津区検察庁の検事が、事務取扱いの発令を受け、大津で事件を処理している。また、弁護士事務所が一つ、関西代理認定受けた、司法書士の事務所が三つある。漁業協同組合、漁港。 かつては、信長ゆかりの自治体の集まる、織田信長サミットにも参加し、1996年には、第13回サミットを、高島町、当時で開催したが、2007年のサミットを最後に、離脱している。各校ホームページはお参照。各校ホームページはお参照。古西線が、市の東部を南北に縦断している。市内に、下記の通り6駅が存在するが、 そのうち一部の特急が停車する大見ず駅が拠点であると言える。市役所への最寄り駅は新朝日駅である。百貨店高島屋の屋号は創業者飯田新七の岐阜が現在の高島市にあたる大見国高島郡の出身であったことにちなんだものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。